連合の吉野会長は、来月5日から開かれる定期大会への岸田総理大臣の出席に期待を示し、労働者に向けた政策を実現してほしいと述べました。総理がご出席、もしいただけるのであれば、やはり私ども連合としては、労働者を取り巻く課題が多々ありますので、そういったことの政策をしっかりと政府として実現してい いただけるように、あのそんなことをあの期待をしています。吉野会長はこのように述べ、改めて岸田総理の出席を要請しました。連合の定期大会は2年に1度開かれ、今後2年間の運動方針を発表し、新しい役員を選出します。政府には毎回出席を依頼していますが、自公政権では。 2007年の福田総理以降は厚生労働大臣が対応していて、岸田総理が出席すれば16年ぶりとなります。吉野会長はまた、国民民主党の前参議院議員で労働組合出身の八田若子氏が総理補佐官に就任したことについて、立場が変わっているので一定の距離を置きたいと述べ、政府に対して今までどおり毅然と対応していくと強調しました。